ございます。先輩行った方がいいんじゃないですか。まあ遠慮せず。あ、自分だって。すごい使います。私が作ってるんだけど。うまい。ご飯が来てすご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 い。はい。ご飯が来てすごい。ご飯が来てすごい。ノーヨークチュー。まあ、毎日チャーハン先生。勝手に言われた。俺のチャーハン。あれ、どこ出てますよ。どっちゃーじゃないですか。味噌味。あ、これチャーハン戦争が始まりました。やっと僕ね。でも、グリーンカレー。ねえ、オリーブもちょっと味して。オリーブ。オリーブ。オリーブ。グリーンカレー。ものすごいイタリアンの感じになるね。あ、俺これも好きです。オリーブいいよね。オリーブなかなかいいよ。チャーハンも買ってこない。お酒に合うよね。俺でも美味しいよね。ちょっとね、なんかすごい新鮮な気持ち。これ売れたな。これは売れたな。これはもう完全売れた。B 級感半端ない。もう一人かな。見た目はいい。あの夏のイベントの時はチャーハンが売れるって言ってたら僕の方にしてる。チャーハン乗っかっていこうかなと思って。ほら、チャーシュー先生。いや、もうごチャーシューじゃないです。チャーハンでもないですもん。顔と一緒だ。あんたに渡らない。俺の顔の嘘、あんたに言われてる。似てきた。似てきたけどね。似てきた感はあるけど。油が少ないんじゃない。もうどうかお母さん呼んできて。お母さんかけりゃいいじゃん。お宅屋丼にするし。いいから。のったりもせずき。美味しいからさ。これは見た目より全然美味しい。これは美味しいよね。これ絶対飲みたくなる。これはさっぱりするね。これ美味しいね。うん。これも熱いのでちょっと食べていただけると。なんか買ってる。うん。なんかね、ちょっと豚が臭いかも。あ、豚が臭い。うん。どうした？豚の髪。辛いよね。どうしよう。はい、じゃあ食事は以上になります。ありがとうございました。皆さん、ご飯に混ざってるんツアーライブでクールシェア。我ことにおいて後悔せず、かつて
宮本武蔵はこう言いました。この季節になると日焼けで皮むけたとか、まだらに黒くなっちゃったよ、愚かです、愚かすぎます。サンキュー。